はい、どうも。ですね、今回は、LGBTQ、なんだろう、同性愛的な話についてですね、個人的な意見を述べてみたいと思います。そうですね。なんだろう、今求められてるのが、こうしてくれよって一生懸命やってるのが、何なんだろう、同性だけど、同性って同じ性別ね、同じ性別だけど、婚姻届を受け付けて結婚したというのを認めてくれっていうのを多分言ってるっていうのが一つなのかな。あと夫婦別姓みたいなのもなんか求められてて、まあ、今回はちょっと、同じ性別だけど結婚させてくれっていうお話についてなんですけど、僕的にはですね、ちょっとですね、変化が早すぎるので、もう少し待てと。ほんの何十年か前は、同性愛っていうだけで、大犯罪で、普通に逮捕されることだったので、今ですね、割とこう、同性愛なんだけど、って言っても、まあ、犯罪者という扱いにはなってないので、まあ、今の現状の状況を、だいぶ良くなったと受け止めてするような感じでいいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと日焼けしそうだ。で、例えばですね、第二次世界大戦の頃だと、あんまり知らないですよ。あんまり知らないんですけど、戦場のメリークリスマスかな。ちょっと映画の名前がはっきりわかんないですけど、多分ビートたけしが出てきて、大島渚が監督で、坂本なんとかさん、チャッチャッチャー、チャッチャララッチャッチャーみたいな、あの辺の坂本さんと、デビッド・ボーイかな。なんか結構、痩せてる外国人が出てくる映画で、日本兵がオランダなのかな、オランダ系の、捕虜の人と、こもってたのがバレたらしくて、ビートたけしが、いいから、切腹しろよって。なんだ、オランダの男のケツがそんなにいいのかって。切腹しろよって。で、それは切腹させられるんですよ。で、実話だと、イギリスだったかな？イギリスの、アラン・チューリングだったかな、コンピューターを発明したぐらいの人で、ドイツのエニグマっていう暗号の機械、毎日変更されて、とても暗号解読なんか無理だよっていうのを、コンピューターを作ることで、解読できるようになって戦争に勝てたっていうぐらい、で、その、そうですね。で、戦争にその人のおかげぐらいで勝ててるので、大英雄なわけなんですけど、その暗号を解読できたっていうことは、極秘中の極秘で、もう本当、イギリス軍の本当の上の方の数人って言っちゃいかんな。
ほんのちょっとの人しか知らない情報で、で、その人がまあ、ホモっているところを警察が発見して、お前ホモだなって言って、なんか、まあ犯罪でなんか、なんだったかな。何の刑になってるかわかんないですけど、で、それからすぐ死んでるんですよ。だからね、今そんな感じにはなってないんだから、ある程度ね、現在の状態でも悪くないと見て、やった方がいいんじゃないのかなと。今の状態で我慢すれば、我慢するっていうか、まあちょっと無理だった、同性、同じ性別での結婚はちょっと無理だったねで、いいと思うんですけどね、ってとこで。今回これは一旦終わります。以上です。